契約を結んでしまってから、うん、その後に言ってもそれはちょっと遅きに失したかなと。でもね、乙武さん、うん、ちょっと私の話聞いてもらっていいですか。恋愛禁止ってやめません？なんか秋元さんに言ってくださいよ。悪くないこと、直接言えないからね。こんな大きな風に言うことじゃないというか、ここまで大きなことにするから、ね、芸能界がブラックな感じがするし、もっとラフな口約束とかでどうにかしてほしい。確かに本当に恋愛禁止で完璧なアイドルを求めるんであればアニメの人とかを好きになったりですよね。そうこういうの現実人間ってのはやっぱこう、ね、もちろんファンの方の、ね、気持ちももちろんわかるんですけど、でもそんなお金とかそういうことになりだしたらびっくりします。510万払えって言われたら、いや、そんなことまでなるって思います。多分でもね、未成年やしね、松本さん、うん、これでももう何から何までおかしいよね。だから一人のグループの一人の女の子がそうなっただけで解散せなあかんって、どんだけしょうもないグループやねん。私もそう思います。だって1人の人が、うん、6人グループの1人が恋愛しただけで解散までなるってさ。だからその事務所の人間が多分その1人辞めたこと、そいつに全部を罪をなすりつけようとして解散させたって感じが、そもそももうどうしようもないグループやから。そんなこと大事。いや、絶